今日は上腕三頭筋のトレーニングでライイングトライセプスエクステンションの動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。今日は腕のトレーニングの日なんですけども、第1種目目で僕はプレスダウンを行いました。で、第2種目目で今から行うこのライイングトライセプスエクステンションを行うんですけども、前回の動画でもご紹介したプッシュダウンをですね、大体第1種目目に持ってくることが多いです。で、その理由はですね、一応肘のウォーミングアップも兼ねてという理由なんですけども、いきなりですね、こういうコンパウンド系の種目をやると僕は肘が痛いことがたまにあるもんですから、プッシュダウンのような、ケープルの種目を最初に行って、それからこういうコンパウンド系の種目を行うようにしています。ライイングトライセプスエクステンション、とっても長ったらしい名前なんですけども、ライイング寝て行う、トライセプス上腕三頭筋のエクステンションを伸ばす、寝ながら、上腕三頭筋を伸ばす種目、それを今からやりたいと思います。じゃあまず、30キロから始めていきます。こんな感じで聞こえますかね。僕は肘が鳴るんですね。これ痛くもなんともないんですけど、やっぱり鳴るってことは何かしら関節の中で擦れてる部分がありますので、やはりですね、ある程度ウォーミングアップをしっかり行った後にこういうコンパウンド系の種目を行う方が怪我の防止にもなると思っています。で、ライイングトライセプスエクステンションで大切な点はですね、負荷を三頭筋から逃がさないようにするというのが、とても大切です。で、そのためにはですね、肘の位置をある程度固定して行うことが重要で、これはですね、例えば、こっちにやってしまうと負荷が逃げてしまうんですね。ですので、肘を必ずこっちじゃなくて、動きに対して三頭筋に負荷がずっと持った状態で、このバーベルの動作で常に負荷が三頭筋に乗るような肘の位置で動作を行うと上腕三頭筋にしっかりと効かすことができます。こっちに行く分にはいいと思います。で、上げるときに動きに対して負荷が逃げない、こう下ろしてですね、やっぱこうやって上げちゃうと負荷が逃げちゃうので、まっすぐ下ろした場合だとそのままの軌道で戻していく。こっち側にプローバーみたいに持ってきた場合も、下ろした軌道と同じ動きで戻す。こんな感じになります。よいしょ。はい、今ちょっと数えてなかったんですけど、喋りながら結構な回数をやったので、三頭筋は結構パンパンになりました。では、もうちょっと重量を上げて、もう1セットやりたいと思います。で、三頭筋の種目をですね、やるときのポイントとして、前回のプッシュダウンもそうなんですけども、ですね、バーベルを持つときに手のひらの根元に近い方で持つといいと思います。先の方で持つとどうしてもこういう動きが入ってですね、こっちに負荷が入ってしまいますので、根元に近い方で持った方がバーベルが安定します。あとですね、押す動作、基本的に三頭筋というのは押す動作なんですけども、押す動作の動きに対して手のひらが常に、下を向くような、下というか押す方向に手のひらが向くような手首の位置で行うといいと思います。で、このトライセプスエクステンションの場合でいうと、下ろした時は手のひらが天井を向くような感じ、上に押しますので、常に手のひらが天井を向いた状態になるような手首の動きをすると、負荷が三頭筋にしっかりと入ります。ですので、下ろした時はちょっと猫のポーズみたいな手首の形になって、上げた時は手のひらが反る、天井に向いている状態、手首が反った形になるというのが理想の形になります。では、重量を増やしてもう1セットやっています。手のひらの根元で持つ。で、今は、バーベルが上にありますので、手首は反った状態でバーベルを支えています。そこから下ろ
すときは手首が内側に入って猫のポーズみたいな手首の形になります。そこからまた元の位置に戻す。で、三頭筋の種目はですね、肘の幅で効かせる位置を変えることができます。僕は多少今肘を開いて行ってますけど、肘を開いて行うと三頭筋の外側に効かせることができます。これ逆にですね、肘を閉じて行うと、よいしょ、ちょっともうだいぶ効いてますね、あの三頭筋の内側に、内側の方に効かせることができます。はい、だいぶ三頭筋が、張ってきました。もう結構ですね、パンパンになって、こう収縮がやりにくくなっています。で、もう一つですね、このライングトライセプスエクステンションで三頭筋に効かせるコツとして、トップポジションで肩をちょっと上げるというのがポイントになります。こう下ろして上げた時に、ちょっと肘を内側に入れると、この上頭の方にも効くんですけど、その時に肩をですね、ちょっとこう上げた形、こういうふうにやると三頭筋にしっかりとウエイトが乗ります。では、さっきと同じ重さでもう1セットやってみます。トップポジションでちょっと肩を上げる。はい、結構三頭筋に効きました。最後ですね、もう上がらなくなったので、ちょっと肘を、負荷を逃がすような形で、上げてですね、そこからネガティブをかけて終わったんですけども、さっきみたいなそういうやり方はですね、例えば、ネガティブを何回かかけてより三頭筋を追い込むといった時にも使える方法ではあります。あんまりやりすぎるとちょっと肘痛めちゃうかもしれないんですけど、自力で上げなくなった時にですね、ちょっとそれ以上の負荷をかける時に使える方法ではあります。で、もう三頭筋結構パンパンになってますので、もう次の種目に行こうかと思ってるんですけど、次はですね、僕はあのダンベルのフレンチプレスでちょっとストレッチをかけて終わろうかと思っています。上腕三頭筋はですね、あの腕の太さを太くするためにはとても重要な筋肉だと思っていて、やっぱりですね、あの二頭筋よりは三頭筋の方がサイズそのものは大きいものですから、あの力こぶっていうのはね、あのいわゆる腕の太さにすごい関係しているような感じはすると思うんですけど、やっぱりですね、実際に腕を太く見せるためには三頭筋を鍛えるというのはとても有効な手段であると思います。でそのための、方法としてですね、トライセプスエクステンションであったり、まあ、こういうフレンチプレスとか、まあ、ナローベンチプレスとか、そういうコンパウンド系の種目というのはとても有効ですので、ぜひですね、上腕三頭筋のトレーニングに、この辺りの種目を取り入れていただければと思います。で、前回の種目のプッシュダウンなんかはアイソレーション系の種目と呼ばれていて、いわゆる三頭筋 この形をくっきりと出すためのトレーニングと僕は思っています。
他にはですね、キックバックだったりとか、あと片手で行うフレンチプレスなんかも、いわゆるアイソレーション系の種目と僕は捉えているんですけども、まあ、その、コンパウンド系の種目で筋肉をつけて、アイソレーション系の種目で筋肉の形を作るといった、トレーニングの組み合わせが僕はおすすめだと思っています。はい、今日は上腕三頭筋のトレーニングでライングトライセプスエクステンションの動画を撮ってみました。ありがとうございました。